はい、えー、皆さんこんにちは今日はですねえー、とこのチャンネルについて、えーまあ、私の自己紹介とまあ、なぜこのチャンネルを解説して、えーまあ、動画のレビューを行っているかということをまあ、簡単にご説明をしてみたいというふうに思いますで普段はですねえっ、ー、とまあ、会社員をしている30代のサラリーマンなんですけれども、えー、基本的にはまあ1日1冊っていうのを目標にして、えー 生活をしてます。で、その内容っていうのをまあここでですね、YouTube でレビューをするというようなことをえー、やっているチャンネルになります。で、まあなぜ YouTube を始めたのかと言いますと。 なかなかですねもともと習慣化が苦手で勉強が続かないというような悩みがありました YouTube にこうやってアップをして皆さんに見ていただければ自分のミーハー心からですねなんとなく継続できるんじゃないかというのが1点でもう一つはせっかくこうやって本を一日一冊っていうペースですねそこそこのペースで読んでいく中で何か皆様にその知識や面白さっていうのを共有して役立てていただけることができればいいんじゃないかなというふうに考え えてこのチャンネルをまあ開設しました。えっ、ー、となのでまああの普段の動画でもご説明をしてますけれども、まあ、もしですねあの他に読んでほしい本とか、えー、リクエストとあればですねぜひあのコメント欄に書いていただければ紹介できると思いますので、えー、まあどしどしコメントをいただければなというふうに思います。はい、まあこれがまあ簡単な私の自己紹介とこのチャンネルの概要説明になります。はい、今日は以上です。はい、これからもぜひよろしくお願いします。